何千何万年という歴史を持った大先輩だよね。これはすごいね。宇宙の法則ってどういうものだったというと、大したもんが書いてあります。だからちょっとお願いしていい金がいるんだから、この微生物にお願いしてちょっとお金してね、培養して、どんどん増やしていこうと、いいもの出していこう。今やろうとしたのが天という天国の循環性なんだ。実はこんだけだからいかにもあるよ。だからこんだけの財産が眠ってるんだからさ、胸が膨らみますね。